だから実はね、あの日、いやドキドキするな。はい、どうもこんにちは、みおりです。いつもお世話になっております。そして今回のカメラマンがぐしもーんくんです。いや、ぐしけんですよ。ぐしもーん、ぐしもーんじゃないんだ。あれ、ぐしけんのけってもーじゃない？いや、その毛じゃないわ。違うんだ。けんだわ。ぐしげじゃないですか。いや、なんで英語で読んじゃってるんですか。毛のことを。あ、そうなの。たぶんもーんって。いや、違う、もう、もう。あ、もうか。もう、もう。下の名前は、セイト。お前、セイトっていうの。いや、驚かなくていいだろ、ここは。ということで、やっぱもうこの時期なんで、もう、たびたびですけども、福袋開封です。いやもう、いっぱい買った、本当に今年は。貯めたし、いろんな貯め方した。ああ、なるほど。そう、小銭貯金だったり、ライブギャラ貯金だったりしたし、今日のやつが、こちら。はい。おお、真っ白だな。真っ白。白い恋人もびっくりよ。これが、まあ、どこのショップかっていうと、ランバージャックさんなんですよ。そう。で、ランバージャックさん、俺、福袋を作って販売してた側だったから、その福袋買えなくて、並べないからね、俺。だから、実はね、あの日、僕の地元の友達が並んでくれてました。地元の友達。知らなかったかもしれないですけど、皆さん来られた方とかも全然気づいてないと思います。で、そいつにバッととりあえず欲しいやつ買える分渡しといて、はい、でランバージャックさんにそのまま置いててもらってました。買って。ああ、なるほど。そうなんですけど、そう、もう俺剥がしてもらったから、何が入ってるか、どれが何の袋かを分かんないように剥がしてもらったから、実際どれかは分かんないけど全部買えたらしい。友達曰く注文したのは、うん、あ、いい友達で、ありがたい。三森さんのボール受けてたキャッチャーの方ですか。あいつじゃない。サブチャンネルの、うん、サブチャンに出てたあいつじゃなくて、公務員みたいなやつ、結構でかいやつ、結構でかいやつです。実は身長が並んでたら、そうそうそう、キャッチャーで受けててくれたやつ、サブちゃんの、ね、は朝弱いから、そう朝しっかりしてる方にお願いして、すごい。じゃあこれ早速やっていきますか。お願いします。だからどの袋かっていうね、うん、結構あったんだよ。その、1万円かな、5000円ぐらいから、うん、まあ1万円から5000円ぐらいのやつから10万円まであって、で合計多分100袋以上あったんだけど、ランバージャックで。2日目とかも在庫がなくなったら急遽また別の福袋作ったりとかしてやってたから、中身確認して、これ実はいくらの福袋ですって言います。ああ、それは多分分かるんで、中身から、はいはいはい、じゃあ開けますよ。いやこれ昨日の今日だからね。いやドキドキするな。よし、じゃあこれいきます。何が入ってるかね、多分生態と用品なんで、これ用品っぽいんでいきます。まず、はい、お、元気無双、ああ、昆虫ゼリー、虫舎で見ました。ああ、虫舎にもあったね、確かに。まあこれ RTN さん、じゃあもう有名なやつ。そう、有名なやつ、うん、これ俺も食べたけど、まあ結構薄味だった、思ったより。いや怖いんだよ。これもいいやつ、大容量50個入り、結構な値段の福袋なんで。これあー、でももう用品はないな。え、これ幼虫かな、こちら。はい、はあ、エクアト、あのヘラクレスの幼虫です。ヘラクレスエクアトリアヌスの幼虫 F3、兄弟同士で3回目のやつの幼虫3頭。すごい。なるほど、これ分かりました、僕何の福袋か。あ、もう分かるんですか。カブトは俺1個しか買ってないんで。あ、でもまあいいか、最後言いますね。で次、はい、おーっしゃー、サタンオオカブトの幼虫、これでかいですね。そう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 、値段はどれぐらいなんだろうな、ショップとかだと。でも3頭で1万2000とかだったりする、ショップとかだったら。これはありがたい。で、あ、生体が2ついる、多分、もしかしたら。上から行っちゃっていいかな、行きますよ。はい、行く、行くだろ。ここで前編で終わらす。いや、刻みすぎでしょ。具志堅カメラの持ち方独特だよね。いや普通こうなんだけど、持ち手がね。そう、持ち手があるから、はい、具志堅こうなんだよ。小鳥とか持つ時の持ち方。じゃあ行きますよ、はい、こちら、おおーし、マルガリータヒナカブト、めちゃくちゃいいじゃない。値段すごいっすよね。え、マルガリータヒナカブト、もうそのヒナカブト系、まあ大辛金系になるのかな。結構やっぱもう高価な
種類で。マルゲリータ的な。そう、でも見た目もちょっとピザっぽさあるよね。ちょっと遠いですけど、ね、違った結構でかいね、しかも。あ、でもフリーサイズだけど、まあ50ミリ近くあるよね、40後半。確かに背中の色が。そう、これも最初入ってきた時オスメスペア50万とかだったから、が今もうこんだけ落ち着いたけど、そう、でももう野外品もあんま入ってこないから、また値上がりしていくかもね。で、メスも立派な。おー、いいね。で、これいつ浮かした？10月11月だから、まあ多分あと1、2ヶ月でペアリングできるかなっていう。そうで、今俺んちにも幼虫いるんだけど、まあ成虫いくらいてもいいからね。やっぱまあ小型種だし、そんなにスペース取らないし、クワガタと違ってなんか禁止瓶をたくさん買う必要とかもないから、まあ N マットとか U マットとかとで、まあ管理すれば、まあ成虫まで2回ぐらいと交換すればとか、まあ継ぎ足しでやれば、まあ成虫になるから、飼育自体は結構簡単かな。その産卵のさせ方がちょっと独特ってだけで。まあでもこれいいですね。すごい、2万円の入ってるよ。すごいな、元気そうで。しかもそうですね。で、ラストですよ。ラストどうなん？え、でも俺何が入ってるか分かんないかもしんない。俺これ入ってると思ってなかったもん。まあ極力そんなちゃんとは見ないようにしてました。その福袋はリアクション取れるように極力ね。テンション上がってますか？いや、ぶち上がり。今俺いないここに、本当は。よし、ラストです。これ誰なんだこの人じゃ。モリモリ。うわ、シャンシャンみたいな。いやパンダの名前。上野の、なんだろうな。いきますよ。はいはい。おお、めちゃくちゃいい。四つ星、四つ星ひなかぶと。これまた値段がすごい。やっぱそうだよね。そう、俺こっち目当てではあったの。四つ星が入ってるみたいな感じで書いてた気がしたから、はい、これをお願いしたんだけど、はい、これもまあ言ったらひなかぶとっていう種類。ひなかぶとってつくんですね。そう、小さい可愛らしい。おー、いや、いいね、元気そうで。なんかすごい頭の、そう、色合いがね独特です、ね、そう、これが全部オレンジのやつもいれば黒のやつもいるし、こういう感じで半分みたいなやつもいる。これすごい綺麗だよね。こう背中に4つ星というか、おーおー、点々があるから4つ星みたいな感じらしいよ。あ、違ったらごめんね。で、メス。おー、これ4つ星。そう、これが欲しかったんよ。そう、実は去年買ったけど、ちょっとブリード失敗しちゃって、ちょっと多分成熟しきれてなかったんだと思うんだけど、はい、オスかメスがちょっと無精卵続きで失敗しちゃったから、絶対リベンジしたかったんだよ。そしたらナンバージャックでその福袋があったから、これをじゃあ狙いつけて、そう、これを狙いつけて行ったらこれも入ってたからびっくりして。そう、だからもしかしたらマルガリータか四つ星みたいな感じだったのかなと思ってたんだけど、はい、無事入っててよかった。そう、もうこれでだって5万だからね。うわ、そう、でもこれぐらいするんだよ。四つ星も、まあ、これぐらいでずっと安定してるから、まあ10万とか15万ぐらいで入ってきて、なんだかんだやっぱ高い種類だから、まあ、幼虫とかも弱いし。でも、まあ、ここもあるからね、まあ、ここで、まあ、ちょっと安く見積もって両方で1万だとしても6万円以上はあると思う。へえ。多分これまあ幼虫込み、これとまあこれで、これでまあ全部なんだけど。値段とか思い出しました？いや、もうがっつり覚えてますよ。覚えて、もう俺ね、ここ来た時にもう分かったから。どれか、この福袋、何福袋って名前は忘れちゃったんですけど、税込みで3万3000円です。うん、めちゃくちゃ手頃じゃない？すごいですね。そう、すごいよね。4、5万だと思ってました。そうだよね。だからランバージャックはね、まあ他のショップもそうだけど、多分目玉商品の価格ぐらいにするイメージ。あー、福袋の値段を。ちょうどこういう自分の欲しいやつもいたから、今回たくさん買えたらなと思ってたんだけど。すごいな。すごい、これありがたいね。で、サタンも入ってて、これがね、あと多分2種類ぐらいあったのかな、曖昧だけど、このエクアとサタンとか、例えばだけどヘラクレスだから ABCD のうちのどれか2つみたいな感じの中の欲しかった2種類だった気がする。へえ。かもしかしたらこれのまあオスメスペアとかのが入ってる可能性もあったみたいな感じだった気がする。うーん、いや、いいね。いい買い物をいいよ、ね、してますし。そう、作る側もすごいですね。すごいよね。袋、福袋作った時もランバージャックの福袋作る、はい、店舗のルールみたいなすごかったじゃん。あー、そうですね。結構しっかりしてたから、福袋はお得なものみたいな感じの。買う、そうそうそう、人のこと考えて。そう、1年に1回っていうのも。そう、1年に1回だけだから、
そうだから俺も福袋の値段の付け方とかめっちゃ勉強になったもんね、あの日。ああそうっすね。めちゃくちゃやっぱもうショップの人だったもんな、あの時の山口さんは。ああでもやっぱちょっと盛り上がってきてるらしいよ、昆虫好きも増えて。だからねすごい喜んでたけどね、去年よりも多かったらしくて。逆にだから勝負時というか。そう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 、はい、いやでももう両方人気種だし、もちろんここも人気種だし、エクアと一回俺やめちゃってるんでブリードを、はい、あーだからまたこっからやれたらなと。幼虫から幼虫からでも思いますし、これ四つ星が大失敗したんで去年、またこれちょっとチャレンジして、でこれ11月12月に生まれてるやつだから、まあこれも4月ぐらいかな、結構長いんで休眠期間で、これはまあ多分今月か来月ぐらいからもブリードできるとは思うんですけど、すごい、いや楽しみな2種類が入ってて、まあ友達がちゃんと買ってくれたファインプレーもあるけど、別の人に買ってもらって、その剥がしてもらってどれか分かんないみたいなのもありだね、うーんと思ったな。普段とちょっと違う、まあ動画仕様の福袋の置いとき方というか。あー買ってくれた友達に一言もらっていいですか。いやいや見ないもんこれ絶対。いや見てるかもしれない。どういう関係性なのかちょっと知りたい。本当に軽くでいいんで。まあでも具志堅が知りたいってことはみんな知りたがってるってことだろうな。いやまあ違うかもしれない。いやそこいいじゃん、責任負ってよ逃げたいです。この映像の最後いい買い物喜んでたんで ね、まあ、ね確かにな。森さんが K 君おイニシャル、あはい大丈夫です、メニューボタン押してました。いやいやじゃあやめて、これ以上振り回さないよ。まあ朝から、まあ、あの人混みの中並んでくれて、まあ普段行かないような昆虫ショップ、わざわざ来てくれて並んでくれて希望の福袋を買ってくれてありがとう。まあ、やっぱ感謝することはたくさんあるけど、僕が、K 君に一番印象に残ってる部分は中学校1年生大会、最終回で、2アウトかな、ランナー3塁、ここで点が入れば、まあ、さよならので、K 君がマシンで捉えて、センター前に抜けるようなはずの打球が、ワンバウンドした瞬間にバントみたいに打球遅くなって、ギリギリそコースが良かったおかげで内野安打でさよなら勝ちになったあの試合、めちゃくちゃ感謝してます。めちゃくちゃパワーなかったなお前。それがそんな今ムキムキになって身長も180センチぐらいになって、へびっくりしてます。卒業おめでとう。はい、いやいやいただきました。使えるこれ。いやそれバックボーンが見えました。いや懐かしいな。懐かしいですか。カーボンの白いバット使ってたんだけど、そいつだけ自分で買った。あちょっと中身が入ってない。そう多分もう壊れ始めてたんだろうな、バット。それ珍しいですね、ワンバンして遅くなる。いやでもねそいついつもワンバンして遅かったんだよ打球が。はい、まあそんな感じで、まあランナーさんも多分来年も福袋やると思うんで、できたら僕も福袋出したいなと思ってますんで。はい、今年、うん、もうそう今年まあ買えなかったっていう方とかもいらっしゃってありがたいことに、だからまあできるだけ数出せたらなと思いながら今過ごしてるんで、2年連続でね、相当先ですけど、まあ普通にランバージャックも他の昆虫ショップもそうですけど、たくさんお得な掘り出し物とかもたくさんあったりするから、毎月毎日ぜひちょ遊びに行ける人とか、たまに東京に遊びに来れる人とかはまあ行ってみてください。はい、そんな感じで、今回の動画は、福袋と K 君への感謝という動画になりましたんで、ほら本当に LINE しといてくださいよ。 LINE はしたよ俺だってそれはもちろん、あしました、もちろん福袋売り終わった後にしたから、さすがにしてないわけないじゃん。いやそんな感じで、はい、福袋今回買ったのは、おそらく四つ星ひなかぶと福袋みたいなやつ、ひなかぶと福袋かもしんないけどでした。すごい満足いく開封になったんで、はい、引き続きブリードも頑張ります。はい、質問コーナーです。八幡さんです、お願いします。大丈夫ですか、胸叩いて。あーでも軽めだからそんな痛みはない。痛みは大丈夫ですか。大丈夫。いや捨て身で拍手してくれてありがとうございます。いや全然そんな。じゃあ早速1つ目、ヘラクレスの幼虫は11月の前半は何グラムくらいありますか、クワカブさんの予想で構いません。孵化した日によるんで何とも言えないんですけど。すごいな。いつ孵化したのかとかがあれば、うん、まだなんとなく言えるんですけど、予想だからまあでも、はい、外してもいいけど、まあそうですね。でも 3500g ぐらい。え、そんないけないでしょ。むずいな。まあでも例えば、まあ、半年でやっぱ 100g 超えるのがボーダーですから、うん、オス。あ、そうなんだ、はい。まあ僕はですよ、うん、そのまあ、もっとすごい人はすごいんで何とも言えないですけど、5月に孵化したとしたら 100g、はい、
ぐらいですけど、何グラムくらいありますか。11月の前半ですからね。その11月とかじゃなくて、そう確実に11月の前半のグラム数を知りたいんですよ、この人は。そう、ふざけて言ってるわけじゃないよね、はい、この感じは。だから、まあ多分ね、一回幼虫入れて、まだグラム測ったことない状態だと思うんですよ、僕の予想は。なるほど、そうだね。確かに、聞いてくるってことは。はい、気になってる。うん、で、一回も多分ヘラクレスやったことない人だと思うんで。うん、だから、まあ、どれ、まあ、3、4ヶ月ぐらいだと思うんですよね。3、4ヶ月。僕の予想は、うん、11月が。マット交換1回目。うん。だと思うから、3、4ヶ月だから多分、僕の考察の中での判断ですよ。うん。まあ、大体多分、20、28グラムから40グラム。大体の割にはだいぶいったね。いやいや、やっぱそりゃそうでしょ。まあそっか、はい、成長期ですからね。成長期に入っちゃったか入ってないか、うん、まあ間を取ってじゃあ 35g ですね。ああ、11月前半のヘラクレスは 35g です。生きた。いろいろあります。質問コーナーあんまテロップないんで。何書いてたの。はい。あ、普通あれって矢印みたいなやつで、はい、こうだから書くやついないって。またまあでもまあ無事に大きくなってることを祈ります、はい、一緒にブリードを頑張りましょう。そして2つ目、どうしたらダニがいなくなりますか、教えてください。いやー、僕もね、いなくなってほしいんですけどね。でもやっぱ幼虫管理とかには向いてないですけど、うん、成虫に関しては僕全部針葉樹のマットにしてるんで。あー、虫が嫌がるやつですね、はい、まあクワガタカブトムシも虫なんで、まあ、多少は多分自然界だと近寄んない木なんですけど、管理するにおいてダニがつかないってなったらすごいそれメリットなんで、うん、僕は基本的に。で、まあダニとかはなんていうんですか、多分嫌がるというか星になる成分があるんですかね、わかんないですけど。けどまあそれぐらいのサイズだったら、その体に影響があるけども、まあクワガタカブトムシだとその針葉樹がきっかけで星になったとかは今のとこないんで、はい、まあ、小さいちょっとね、例えばパプキンとか、うん、そもそも体弱いやつとかだとちょっと水苔を多めにしてみたりとかはしたりして、まあ針葉樹をマットで僕は管理してるんで、はいはいはい、まあ、そもそも害がありすぎるってなったら、まあ、うん、クワ株のマットとして販売されてないと思うんで、うん、まあ、針葉樹のマットが一番いいかなと思います。で、産卵セットとかに関してはもう仕方ないですね。そうなの。ダニは絶対言います。割り切るしかないのか。はい、ダニとか線虫、はいはいはい、いますね、まあ、細いちっちゃいミミズみたいなとかは、まあ、湧いちゃう、まあ、湧かないように祈るというか、うん、ぐらいしかできない。湧いちゃったらもう それなりに対処するみたいな、うん、マット変えたりとかぐらいしかできないんでね、コバエとかも含め。あ、はい、まあ、ダニはまあ成虫管理に関しては、まあ針葉樹マットを僕はおすすめしたいなと思います。ちなみに僕は DDA さんのあれはペレット、ペレットっていう、まあ針葉樹を圧縮したチップみたいな、はい、水でふやかすタイプのやつですね。まあ消臭効果もあるんで、あ、それを使ってます。はい、なんでまあ一緒にブリード楽しみましょう。はいはい、ということで今回は2つ、うん、質問回答させていただきましたけど、これからも、まあ、たくさんコメントの方で質問もお待ちしておりますし、 Twitter の DM でも質問いただければ、もうだいぶ先になるかもしれないですけど、はい、ごめんなさい、だいぶ先みたいに言っちゃいました。いやいやいや、だいぶ先もあるし普通、はい、だいぶ先のイントネーションだったじゃないですか。引っ張られたな。いや、まあ Twitter の DM の方も許可をしたら返信、うん、多分返せないんですけど、許可をしたら、まあ、直に、質問コーナーで回答しますっていう合図になりますんで。なるほど、はい、こちらの方も含め、質問お待ちしております。はい、ということで本日も長々とご視聴いただきありがとうございました。